ュートを立ててランプを取りに行くんですが、ゼロ距離フラッシュがラズが続ける。いやー、オープニングキルはバイパーの壁を抜けてのラズ。スパイクも落ちています。テン、そしてソルダムとキルを取っていき、クロウのキルをチャージ切れ、うまく生かすことができるでしょうか。3対2、スパイクはこの中、ランプの音がしました。まもなく壁が壊れること頃でしょうか。ここだ。ショートでの打ち合いはヘブンからのレーターの射線も通っているか。フラッシュを入れてシュガーゼロのキル、ペイント弾でカバー入りました。ソルダム、ボブはソルダム一発目から決めていく。しかもセーフいきます。ブラストパックで入っていく。ランプ確保、壁を立てて設置まで持っていけるでしょうか。時間を稼いでいくゼータディビジョン。さあレイタが取りましたね。もう一個スモークを焚きますが、フラッシュからのイン、ソルダム、ゼータのカバー、いやー、マキバのカバーが入り、インチトレード、スパイクも落ちました。残り2人、シュガーゼロとテンです。挟めていますね。マキバ、ここは側面を取られましたが、シュガーゼロ位置はバレています。あと10秒、後ろから駆けて、オーブは取らせません。さあ2体いるゼータディビジョン、見えました。駆けて入ってくれて、無理やりも打ち合いではセンター、スティンガーでまずはワンキルです。入っていく。さあここはソルダムが勝ちました。おっと、なんと調整倍、いやでも調整倍で、ね、どうするしょうか、取るのか。ここはやらせません。ソルダムが ボールのラインを入れて巻き場、2キル目ラズです。ただシュガーゼロの開始判断ですね。あ、シュガーゼロ、あ、解除完了、バイクを設置、マリのクリア。おっと構えてる。これは残り1名、むしろ打たせた、しかも削りました。時間はない。天が倒しますけれども、ルティメットをどう使っていくでしょうか。まずは先にシーカーを打っていったのはソルダム、そしてレータのファーストキルからのスタート。トキシックスクリーン、壁を耐えて設置まで持っていきました。蘇生はまだできません。一人ワープしましたよ。アステル、これは空爆準備。おお、アステルは B からの空爆を狙っています。これはさすがに気づけません。ラズのカウンターシーカー、空爆狙いだ。一つ目、しかも中が崩れていません。さあまずは燃えていく。二つ目、これは解除ができない。インセンディアリーもあります。あとは体で止めるだけ。空爆成功、完璧なノーセプション。引退し、5本目です。毒は落ちない。なんとかできるか。レータ、どこまで裏取りできるか。ただソルダム帰っていく。人数が多い。後ろが取れたのは大きい。どうするか。ボルトラインのカウンター、うわー、頭一点、飛び出した瞬間抜いていった。まるでバンダルのようだ。ブラストパックで壊していくが、ただ跳ねた後なのですぐ壊れない。設置完了。裏取りラズ、正面ではタケジ、爆弾起動、ゆっくりゆっくりリテイク開始。タケジプレッシャーをかけてラズを待ちます。ラズのワンキル、ラズタケジ、ラズ3キル目、クラッチング、サイドの捉えた点来てるんですよ。それがね、また戦術の組み方。いや、これはファーストキルはレイタ、逃げても無駄。シーカーがアップで逃げた、あえてワープで引かせたという判断でしょうか。あとは残り残っていたソルダムを倒します。あと30秒、待っているのはタケジェ。これはタケジェの餌食となるでしょう。スモーク、グラビティウェルで隠して
手前にはタケジ。いやー、クリアリングした。クリアリングしました。ヘブニアレータ。ポジショニングは完璧なゼータディビジョン。さすがに、こういうようなプレイでしたからね。うん。詰めていく。決めた。リズムが変わりました。ただ、ソルダム続ける。フラッシュカード。タケジ。ってくる。さあ、ここからセッツだ。蘇生も入った。5対2の人数状況。これがソルダム。韓国ナンバーワンのジェットと言われながらも、食いに行った。残り1名。武器キープは許しません。どうだ、レータキープできるのか。勝負するしかない。うわー、抜かれた。オペレータードロップ。ダムのプレイでした。スラミナのソルダム、あとだ、オペレーター購入はできました。あ、無理やり買ってますね。マキバがシェルフです。苦しいクレジット状況か。ただ、キッスさん、これ、ソルダム、あと1個でシーカーが回ります。そして、オービタルストライクもある中、浴場を、失礼しました。この窓は取らせません。ラズのワンキルによって展開は変わります。シーカーからのスタート、窓に一つは飛んでいきます。窓2ではないのが分かったでしょう。くる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 、3つ回ってる。さあ、そしてここは窓に打っていきましたか。引かせる判断ですね。ただワープをして、もう窓は 2,3 人いるというのは分かったでしょう。ブラストパック、行きない。そしてザリガニにブームボット、フラッシュを入れながらアフターショックを中、徐々に相手のエリアを狭めていく。ゼータディビジョンらしい。ただ打ち勝つのはメイ、打ち勝つのはアステル。ツオツ中でのメイ3キル。最後はアステルのカバー10本目。うわ、何が起こっているんだと思うぐらいの本数差です。入っていくレイタ、フラッシュも入れています。奥深くまで入っていくタケジェ。ファーストキルはレイタがシュガーゼロを落としていきます。アフターショックの開始、入っていくのはソルダム。関係ありません、アフターショック。フラッシュを入れながら天のカバーが入りました。裏取り、しかしタケジェクロウと2キル取って、さあキルログは赤く止まります。最後はタケジェ下投げ、ペイントだ。アステルは逃げるしかありません。ゆっくりドライで入っていくゼータディビジョン。ファーストキルは黒、アステルが返す。フラッシュからのソルダム、2人が見えました。ただフラッシュが食らって、おーっと、天のペイント弾で3キル。2回目のペイント弾。このゲームグレネード2回投げれるんですか、この短時間で。ほぼ見たことないです。見たことがありません。しかも一瞬ですからね。セカンドラウンド、天の4キルだ。うそ、フラッシュからのシュガーゼロ、ソルダム前に出る。ただここはカバーの少しコミュニケーションへ、ラズが引っかかるか。ラズが引っかかる。ここにラズがいるということは B が本命です。武器回収、あと10秒。残り10秒、ギリギリでの設置。ディフェンダーサイドクリアしました。レーザー、全体的に囲めています。この勝負はメイ、なんとレータの体力を残り3まで削ります。スネークバイトが飛んでくる、ペイント弾も飛んでくる。アフターショックでの開始、取り返しは4人、中には3人。エルボー1とポイント、3対3対2、これがゼータディビジョン。ゆっくり構築してくるだろう。読み、しかし待っています。しかも今アストラの回収しながらですか、スモークか回収しながら今打ち合いました。お、これはテクイ、これは気づけない。オーブ回収、シーカー上がりました。さあシーカーで、これランプに入ってるのが分かります。それでもなお B から寄らない。A に滞在するゼータ、アステルも時間を稼ぎます。浴場帰り、ブラストパックを入れます。ディフェンダーサイト設置、ちょっとヘブンが怖いというところでしょうか。
ここだ。切り返しは3人が浴場。タケジェイが射線を管理します。アステルのカバーが入りますが、残るはランプ2オン2。ああこれはね、ドライだ。狙っているところ、一瞬惨劇。いや、全ての歯車が狂っているのがゼータディビジョン。ここを取られると後がありません。確かにやりたいことは解除の音が鳴った。まずはブームボットを飛ばします。ショートパー、右左どこにいるか。ここは一人倒します。しかし天がなんとフルヘルスでこの位置。回収しよう。ワープした。ただこれおそらく映りましたかね。映りましたね。ただメイが残っています。今日のメイは冴えてますよ。フラッシュ当たりました。メイの勝負か、メイの勝負か。ここは無理をしない。うわー、しかもローリングサンダーで足が止まる。やはりメイは変わりました。あ、失礼しました。オービタルステーキですね。 1V4。 もうローリングサンダーを打つしかありません。ただ打ったところでカバーが入りますよ。このポジション、まずはディフェンダーサイドへ。あと30秒。打った。ただタワー側には3名。セブンクリアか。最後もメイだ。でからのローリングサンダーで潰しにかかる。しかしそれを先読みメイが。あ、来ました。ここは見えました。タケジェのファーストですから。こちら相場の強み。4人見えたか。ここは4人で潰しに行った。裏取りのレイター。ラズに対してプレッシャーをかけるが、ラズブレキル。アステルのカバーが入りました。アフターショックのカバーも入りますが、ゴースト回収。2対3の人数状況、後ろ詰めはレイタです。タレットが機能しています。手前には黒ソルダムが抜いていく。タレットがあるのでラズは前に進むこと、あ、グレイターは前に進むことができません。抜きましたよ。抜きました。少し今までの戦い方から変えましたよね。ゼータも思い切った勝負。巻き場のカバーが入りました。クダース巻き場のグラビティウェル。それでも中に入るソルダム、何も見えません。メイのカバーが入る。ソルダムのファーストキルからのスタート。中にはラズ、シェリフで待ち構える。シュガーゼロのカバーが入りました。レータはショートからのカバー、間に合うでしょうか。抜けていく。しかし後ろを取ったレータ。ソルダムも続いていきます。武器回収。 B 設置。スパイクを設置。データ右にいるのがある程度分かっているでしょうか。リロードのタイミング狙っている。残り1名。体力29で残りました。シュガーゼロはなんと回る。ただシュガーゼロの立ち回りはうまいですよ。レータも気づいてる。ここまで来ていない。あー、ただこれは仕方がない。ソルダム相手の位置をしっかり分かっています。ヘブンさん一人。しかしディフェンダーサイドから黒のカバー。ポイントの裏にはラブ、持ち帰ったがラブ。改めてピーク、シュガーゼロのカバーが入ります。横からは線。カバー勝負では今回は、いやでもノコッとしてる可能性もありますね。負けて1人目。レバウアで回復。ケジェイはすぐさまクリアリング、中の方に入っていく。目を奪うわ。倒して、いや強い。ワンワン。またシガーゼルだ。使って。これは無理と判断しました。一本キープです。ソルダムを、ブレードストーンはラズに抑えられ、ハケジェイ2キル。3人目はアステルのカバーが入りました。ただ2対4の状況。軽減させていきます。オールトラインからのピーク。A でキャリアダウン。足音が聞こえます。これは釣り。打線管理完璧です。こういうとこ、ただ打っていきますか。世界は分かされた。あ、届いた。
一発でもソルダムは見えました。エントリーです。赤台を取りました。さあここからです。世界を分かつ十字だ。いや熱い熱い。しかし負けはハーフまで来た。ハーフまでは行きました。スネークバイトが届く。逃げた方がいいかも、ね、まさかのこのコズミックディバイドのグランドクロス。ラズがここはエイムでねじ伏せる。これワンチャンス間に合うんじゃないですか。間に合った。ラズのガチ会場、男のガチ会場食らっています。逃げても無駄。シーカ左に飛んだ。ここはあえてまあ天が倒されたというようなところでしょうか。おお、ジャンプで避けました。上に乗った。上に乗っていたソルダムをタケジェイが落とし、ここでバイパーズピットフラッシュを入れていく。抜きはそこまでうまくはいっていません。タケジェイもその先にいる敵を狙っていきます。メイが側面を取ります。中に入ったタケジェイをシュガーゼロが落とし、設置はまだです。残り12秒設置をキャンセルさせました。残り10秒設置はどうだ。抜いた。残り1名。最後のカバーどうだ。残り4秒残り4秒これが仕事だ。クローだ。C 側に寄っていたんですけども、本来ならば、ノーセプションだと今のそのランセーションに位置づけばラッシュで結構詰めてくるんですね、はい、ただそのアクションがない上に、まあ、その結構このマップってシフトしやすいので C 読み展開というものがうまくラウンド取りましたね。ただここ最近はこの B 仕掛けてくるか。まあそうでしょうね。それ読みでやはり B 集まっているのが ZD ビジョン。入っていく。ただ狙いは本命 C 側。 E 側でソルダムがワンキル取りますけれども、その間に設置したところをロング側レータが抑えています。バイク回収できるのか。見られてますよ、オペレーターに。ドローン壊して下がったのが分かりました。ホールドラインも飛んでくる。うわー、甘えませんね。顔を出しません。徹底的です。しかも取ったセンタードローンを回していきます。トレイルブレイザー、ソルダムのワンキルからスタート。ヒールで回復、そしてメイがロングでのワンキル。4本目になるか。ノーセプション。残量な壁を消すわ。ギアが飛んできます。フラッシュが飛んでくる。コズミックディバイド、何も見えません。スカイがいない以上は即場クラッシュもできませんね。またさあ来ましたグランドクロス。お中に入っていく。何が起こっているか分かりません。この壁裏どうなっているんだ。さすがにここは中に入っている方が有利で、レータも中に入っていきます。先にタケジェ回り込んでいました。ただソルダムがまだ生きていますよ。レータのズキル、メイのワンキル。A でキャリアダウン。ラストはシュガーゼロ。最後後ろを回っていたマキバー、両方にスモーク。あと裏にいるのが分かりました。さあそのソルダムから処理をしていくレータ。メイは中に入っていく。1人目、2人目。綺麗なエイムさばき。ただここは離婚からでしょうか。最後は巻き場のキルとなりました。早めにもうレータが中に入っています。これ気づけないでしょう。アステル、これは気づけません。まさきりません。タケジェ数キル目を取る前にリスミス逃げ、側面を取ったソルダムのキルによって4対3。あくまで C はリテイク重視。アステルがタレットを置いてディフェンダーサイドに来ないのを確認しています。レータが出てくるところ、アステルサイドを取れるか。天の抜きで体力79。リテイクの配置は、ここ待っているのはラズ。ラズの時間稼ぎ。ただここもクローが抜いていく。敵残り1名。ラストワンオンス。目つぶしだ。最高のアビリティが揃っています。いやー進めない。まだフラッシュも残っています。時間稼ぎは十分。レーターは顔を出しません。フラッシュが返ってくる。最後はレーターの
まさに何かこうサイファーを彷彿とさせるような両サイドスモーク。あれだけでオールドローのクリアリングが箱裏だけを見たんですよ。ただアステル倒したので、あ、もういないんじゃないかと思いきやシュガーゼルが潜んでいた。頭脳プレイですね。クラシックでもカバーをする。残り1名。お見事でした。クレジット上記ていますよ。リコン入れてナノスワム。これはセットアップが崩れます。タイミングがずれました。アステル待っている。早すぎたか。ただカバーに入ったらず。ハンターズフューリーで2キル。メイが落ちました。バイパースピットは消え去ります。3対2。腰が必要。さあ吸い込んで設置をキャンセル。残り1名。横を取った巻き場。ラストはソルダム。クロラズ巻き場で耐えます。スパイクを設置。1人目中に入っていく。最後は巻き場の抜き。今日苦しい中での1ポイントというのは大きいでしょう。さあ5対12。それでもなおゼータディビジョンはリーチをかけています。見えました。4人を検知。フラグメントで足止め。フローの体力が14。取り返しが始まります。天の取り返し。竹ジェが2キル。シュガーゼルが1キル取って2交換。レータが取った。最後の1人だ。レータが2キル。ラストはアステル1オー3。切り起動。下にいるのが分かりました。下から処理。もうこの打ち合いはレータ。このラされたようにも見えるんですよね。なんだろう、詰めてくるのを読んでここで倒して人数分かって A サイト一気入れたんですよ、うん、情報もしっかり取れましたからね。残り意味のあるデスでしたね。うん、まあ武器回収ってもゴーストですからね。トリプルだ。さあリア、カメラで何も見えません。しかも KO で何もできないアステルはフィジカル勝負。メイは中で耐える。敵天が捌きました。ここで設置完了。ラークの竹杖はキャットからの合流で視界を遮って中に入っていく。竹杖のキャットでのラークはうまく機能しました。このシャッターは相手はいません。フラグメントで時間稼ぎ、そしてナイフでしっかり相手をアビリティ使わせなくしました。竹杖がさあこれは350です、ま、中には天。終わりだ。いい車線管理。ボルダムのカバーが入りました。中には天が控えている。天はまだ守る。ソルダムも時間を稼いでいきます。ソルダムで、そしてメイトなんと抑え切りました。シュガーゼロらしいカバーでした。抜きましたよ。抜きましたよ。今壁抜きです。ハンターズフューリー2人見えました。おっと、違う敵が当たりましたよ。手前にいるのが分かりました。アステルです。カバーが、いやシェリフキングだ。シェリキンだぜ。シェリキン、いやー、2人での取り返しです。目の前にはクロウが待っています。もっこそソルダムいった。しかしこれはタンクの役目。使っていればレーダーサイドを取った。いやーダブルキル。残り1名。うおー最後レータ。レータのラークが刺さりました。しかも今ショートが乗ってないですね。ヌルコマンドで入れません。ただこれ入ってますよ。フィジカル勝負はどうだ。メインサイドを捉えた。いや抜いた。いやー、そしてクローは土下座をしている。メイン暴れ回った。見えた。ここはレータの勝負勝ち。ブルーで入れました。設置です。設置フェイクから敵が出てこないのを待っています。バースのラーク。しかも飛びますか。飛びました。神の向かうぞ。いやーこれは何もできない。ノーセプション。いやー飛んだ位置も確認できていませんね。完全にゼータディビジョンにかき回されている。
おお、リコン関係ありません。そこで前に出る判断か。あら、まさか。あら、リズムが分かりました。ただこれは釣りです、これは釣りです。倒すんですか。釣りでワンキル。ただメインではもう侵入。B メインは入ってますよ。でも天が止めてる。天が止めた。シュガーゼロ止めた。シュガーゼロ全て止め切った。よく2人で守ったぞ。世界を分かった。ファンタムフューリーを打っていく。タケジェイがメインのライントバックを返していきます。ファンタムフューリーはなんとメインを狙った。ただ設置はできていない。まだ設置はできていない。残り10秒。ソルダムが、ソルダム入る。バースラストキルを取っていく。ラスト戦パイク設置完了。ワンオンズ、ワンオンワン。残りはバース。どうだバース。見えたか。これがバースだー。最終兵器はやはり違う。タケジェとシュガーゼロの打ち合い。バイクを設置。わー、うますぎる。これは気づけない。泳がせた。やっとこれでいくです。敵は入りました。4対2。残り1名。ラストはソルダム8対5。スプリット。これダナウドです。イーズさん、これ見てくださいよ。はい。左はソルダム。左はアステルメイ。こういう風に、味方同士でコミュニケーションがすぐ取れると。ラインとバックがあるなら、と考えたんですけども。ファーストキルはソルダム。どうした？一指交換。お互いジェットが落ちました。このラウンドは使わない判断なんでしょうか。可能ならば使うかもしれませんけど、まだ使えませんね。お互いドローンの更新、ジェントルマンです。メインがいないのがバレました。テンは引き込んでスペクターの位置まで一旦お預け。お、使いましたよ。ナイトバック来ました。すぐにお遊びはおしまい。こねたパラノイア、 KO のナイフが刺さる。一旦フラグメントで足止め。放射ラストのラズ倒された。これでプレッシャーがかかるレイター。それでもワンピック。いや、大きい。サイトに引き込んだ。フラグメントで足止め。中に入っていくソルダム。上から、いや横に一旦行った。ほう、スモークの中を警戒。ただ中にいるクロウがワンキル取って天のカバーが入りました。ソルダムどうだ。この間合いはなんだ。一発撃って狙っていく。レイタが待っている。ヤバーが入った。ワンオンツー、メインのワンオンツー。さあバックストレイフで逃げていった。ワンオンツー、それでも仕掛けていく。ランヒットバックアップ。使う時間はありません。おお、アキジェのピック。これで9対8。把握しています。ライトバックキャットからファーストヒルはバースが落とされた。スモーク役がいなくなります。メインではタケジェが落とされ、手前にはラズ、クラッチキング。ラズが怖い。いや、いや、2人目まで取ろうとするラズでしたけれども、これで状況は2対2。敵を抑制。設置完了。データはブレードソム。どこにいるか分かってるぜ。ニューラルセクトで位置がバレます。さあもう手前に来てるのが分かりました。スモークを張って勝負するアステル。そしてキャットではメイ。ここで二分します。繰り返しのタケジェ。フレンジーでソルダムを落としました。さあリロード。うまい、入っていくタケジェ。いやー、ジャッジの高線距離取り返しましたよ、これ。エコラウンド取り返しました。タケジのエンプレスがいい形で刺されましたね。結果的にはジャッジが機能しました。本来ならばフレンジー持ってエンプレスってかなりリスクが高いですし。これは、おっと、これはハンターらしいです。映ってラズはハンターだ。当てましたよ。当てた。しかももう一人口出し。点も入っていますね。すごい、この B
ビッグはさすがに打ち倒されてしまいます。ゼータの反撃、いやー負けてが出る。ゼータディビジョン11本目、逃げられないぞ。ハンターズフューリーキャットです。このハンターズフューリーと合わせて中に入っていくか。移ったパス、うますぎる。これは暴れた。3人での取り返し、クローはフラッシュ、そしてあとはナイフとフラグメント、すべて揃っています。お遊びはここまでだ。抜けた。ライトバック切りますか。ここ、後ろを回ってないですよこれ。1人目よくカバーしました。帰っていきます。3対2、先行弾投げられます。後ろを取ったシュガーゼロ、これはオペレーターキープでしょうか。センター狩り、センター B バサミの狙い、ショックダッツ綺麗に入った。そしてソルダも落とした。サケジェが点を落とした。5対3、5対2、いやーシュガーゼロ返した。中で耐えるクロー、ボートハウスにいるのが分かっている。削れるか。2対2、コズミックディバイド、スターを設置。さあリーゼさん2対2です。ただもう中にいる賭けをしますよ。ゼータもカメラで見るアステル、両方のサイドが見えます。どうするか。タケジェバース、パラノイアは残っていますよ。いい山あります。こね続けたパラノイアを放つ時が来ました。リーヤパラノイアは打ちましたけども、ここでタケジェが先にやられる。バース時間がない。1人削るが、シュガーゼロを取った。11対11、ノーセプション苦しい。ファントムの悪いところが出ました。しかも抜き、頭というよりは肩でしょうか。そうですね、ダメージ量が少ない。エントリーは B です。レーサーオペレーターでは対応しにくい。調子を持ち帰った。シュガーゼロテント続ける。ラズの続きで取り返した。終了3。ソルダムが耐えた。3対2。取り返しはバートラズ。アステルの位置がいやらしい。どうだ。ゼータディビジョン。あそこだ。クラッチキング体力が10。抜けない。今日に限って抜けません。ブレードストームはヌルコマンドやナイフによって潰されるときあります。そうですね、ナイフ。これでブレードストームが切れました。ヌルコマンド、クロー、1人目助けてくれ。許されたバトルロイヤル。ラズが、ラズがすり切る。パラノイアが入った。メイ耐えれない。フラッシュは2個ある。取り返した3人。うわー、ラズが4切るだ。オーバータイムだ。ラズが助けた。今どうだ、パラ切りましたかね。切りましたね。今クロコに対して中で待っている点寄ってないんです。ただ A ですよ攻めは。そこからの A はどうだ。レータ挟んでいく。アステルが倒れた。強気のメイ、強気のメイ、バレていません。ヘブン社にメイがいるぞ。これは気づけない、気づけない。4対3、取り返すか。ヘブンからの取り返し、タケジが倒した。上のソルダムオペレーターをタケジが飛ばし、フラッシュが返ってくる。クロが助けた。シュガーが助けたぞ。時間を稼げるぞ。ワンオンツーだ。ショックだ。チャージ不足だ。昨日見たクラッチはあるのか。ダブルピークアップ。13本目ゼータ。いやー、くでしょう。ラズセットアップ前に出てるのか。ツーキルだ。大きすぎる。アスパラドルで時間稼ぎ。バーサー映った。ヘブも映った。メイのフラッシュからバーサーが側面を取られる。3対3。メイはヘブンへのアプローチするのか。この勝負は痛み分け。ホットハンドで回復。シュガーゼルが設置。レータのオペレーターは機能するんでしょうか。
スモーク抜けた、シュガーゼロ立ち回っていますよ。下ではメイン、スイダー上では戦車オーバーない、設置だ。ゼータディビジョンヌルコマンドの準備ができた。レーター横を取っているぞ、今度は1人で1人で、さあ3人目まで取った。ヌルコマンド中何もできない、スオン4アビリティは打てません。黒落とした、視界は取れている。この3人の構えは崩れない、ゼータの牙城は崩せません。最後はバースター、タイミングのオールドローン、オールドローン返し、フラッシュ入っていく。あ、落ちた、見えるか、外したぞ、抜かれた、抜かれた、オットハンドで入れません。割りました、後ろには竹ジェイ、これワイヤー関係ありませんよ。さあ裏からも竹ジェイ、キャットからはラズ抑えた。今度は逆に2オン4、残り1名、1-3リテイクジェイ、いやまだチャンスがあります。ワンオンツー、一旦使わせます。もう一個スター設置、いる位置が分かった点、ここは天井を抑えた、オーバーバレてはないですけど、ソルダム待っていた。スパイク設置完了、5人での取り返し、4人が中、一方キャット3です。こんな配置見たことありません。取り返しが始まる、4対4、先手が耐える、シュガーゼルが中で続ける、ただ抜いたぞ、ラストはバース、ワンオツ、ワンオツ、ワンオンでバース、バースが切れるのか、あーオーディン、まさかのオーディンだ、オーディンが来ますか、しかも天、今のオーディン、これ裏を取った判断が刺さる。この打体はソルダムだ、ただB 側が本命ですよ、 B 側本命です。レータのオペレーターどうだ、気づいている、中に入ったのが分かった、ワンピック取れればレータだ、4対3、さあ B 設置、人数逆転、天の位置はある程度分かってるでしょうか、早めの旋回、足音消した、天だ天だ、全てを崩した、ただバースが、レータとバースどうだ、これで2オン2、時間がない、フラッシュが返ってくる、ワンピックは失敗、ホットハンドで潰れた、勝負をするね、うわーありましたね、先ほど B 攻めしてなかったんですよ、はい、ノーセプション。